時間が少なくなってきたんですけども、45分までなので、ね、ちょっと宣伝させてください。田村まさかは、まあ、そっくりさんで覚えられることが多いんですけども、音楽家です。ここにね、アルバムがあるでしょ。アルバムが10枚出てる、ね。アルバム10枚ってのはね、まあ、そこそこ大したもんね。まあ、自分で言うのもようなんですけどね。そういうわけで、オリジナル曲が結構ございましてね、ちょっと残った時間で何曲か付き合っていただきたいなと思います。オカリナの、優しい音色に合った曲が多いです。最初はね、G スプリング、聴いてください。シンプルなものが多くて、それで、ね、途中気がついたんですよ。まあ、ショパンやバッハや、ね、大好きでやってるんだけど、難しいな、なんで難しいと思ったのかって、ね、私の音楽の原風景っていうのが、ね、気がついた、ばあちゃんが歌ってくれた、ね、童謡とか文部省唱歌とかね、そういったものが頭に入ってるんでね。でここに、ベーシックシーンっていうアルバムが3つできてるんですけど、これはね、私の、まあ、原風景だよ。まあ、簡単なメロディーが多いんだよね、私のね。まあ、そういうわけで、次はこれやってもらいたいな、聞いてもらいたいなと思うんですけども、なんていうんですかね、田村まさかを覚えていただいて、まあ、このアルバムね、まあ、無理してギリで買う必要はないんだけども、YouTube 見てくれたらいろんな曲載ってますからね。それで、田村まさか覚えました。そしたら、お家帰ったら言ってみたらいいです。お友達。ね、お友達にね、あなた、田村まさか知ってますか？知らんって言いますよ。ね、思い出してください。ピコ太郎さん出てきたんでね、ピコ太郎さん。ピコ太郎、何それ？ね、最初だったところが、もう今みんな知ってますよね。もう彼も本当、ついに修正しましてね、坂田大魔王。ね、もうピコ太郎さん出てこなくなっちゃいますけどね。まあ、そういう風になってくれたらいいな。ね、だからね、友達にね、聞いてね、田村まさか知ってますか？知らんって言うでしょ。あなた田村まさか知らないの？ね、言っちゃってください。ね、そしたらお友達は不安になります。人間ってそんなもんだよね、みんな知ってるのに自分だけ知らないのかな。ね、こんな時代です。スマホで検索します、田村まさか。ね、そしたらね、田村まさかずさん4、ね、田村まさか1ぐらい出てきます、ね、で田村まさかの方入っていくと私の YouTube がぶわっと広がる、ね、そんな格好のお付き合いをしていただければ嬉しいございます。さて、次の曲はベーシックシーンの中から、5番のおぼろ。これも優しい感じの曲です。聴いてください。
がとうございました。いよいよもう時間に迫ろうとしていますが、今日は本当にご縁をいただいてありがとうございます。本当ね、何の気にもないお客様のにね、最後まで聞いていただいて、これはね、きっとね、オカリナの優しい音色がね、心の栄養になってるんです、ね、お医者さんからね、血圧が高いな、ね、いろいろ脅かされてる人も多いかもしれない。私なんかすごく脅かされてね、お前はもうね、何言われたら50まで生きられないよ、ね、今60いくつですけどねいっぱい血圧の問題、それから免疫の問題ね、あるでしょ、千葉真一さんがコロッといっちゃうね、あんな屈強な人がね、やっぱり免疫がちょっとバランスが良くなかったんだよね、コロッと負けちゃう。ところがね、風邪ひいたぐらいで終わっちゃった人もいっぱいいるんだよね。いや、よくわかんないけど、その鼻水ぐらいちょっとなったよね。そのぐらいでコロナで終わっちゃった人も、それはやっぱり免疫がしっかり働いたからね。だからそれ免疫なんだよ、薬飲んで治る、どうにかなるもんじゃないですよね。やっぱり心のあたりの塩梅がバランスがうまくいって、そのね、どっかの影響がやっぱり音楽を楽しむっていうことにもあるんじゃないかなっていう気は私は本当にしてますね。まあそういうわけで、そんな影響がお客様にあったらいいなと思いました。さて、お付き合いいただいてありがとうございます。もうちょっと時間がないんですけども、最後の曲、短い曲です。夏の終わりのセレナーデでお別れしたいと思います。ありがとうございました。今日はね、ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。